原爆死没者慰霊碑原爆死没者慰霊碑1988年の平和公園周辺国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成中央の緑部分上に慰霊碑がある原爆死没者慰霊碑は1952年に建立された広島県広島市の広島平和記念公園内に設置された慰霊碑正式名称は 広島平和都市記念碑。非分論層、原爆慰霊碑破損事件が発生した。慰霊碑は1949年の GHQ 占領下に成立した広島平和記念都市建設法の精神に則り、混流が計画された。慰霊碑の設計は丹下健造が担当。広島平和記念公園の敷地内の広島平和記念資料館と原爆ドームを結ぶ。 直線上に設置された。原爆犠牲者の霊を、ウロから守りたいという趣旨から、屋根の部分が、埴輪の家型をしている。中央の石室には、国内外を問わず、死亡した原爆被爆者全員の氏命を記帳した名簿が、奉納されている。慰霊碑のデザインは、丹下健三が推薦した、前衛彫刻家、勇野口ノの案に一旦は内定した。ノ口のデザインは、 原爆ドームを望む巨大なアーチ型の石踏みで、地上部分だけでなく大きな地下空間を模様するものであった。しかし、丹下の恩師でもある、岸田秀虎が日系アメリカ人という野口の出自を理由に難色を示す意見を強行に主張したため、野口案を活かした形で丹下が再デザインすることになた、建設当時の屋根はコンクリート製であったが、 老朽化のため1985年に一時撤去の、後現在の三影石成に改築されている。当時の広島市長、浜井晋三は、米国アーリントン公園の無名選手の墓の慰霊碑に感動し、広島の慰霊碑にもぜひ碑文を刻みたいと思ったが、この石踏みに盛り込もうとしたのは、近いと祈りであった。石碑の碑文、安らかに眠ってください。 過ちは繰り返しませぬから、は、広島大学教授の西賀忠義が、浜井の依頼を受けて、提案、記号した。原爆死没者慰霊碑に奉納されている、原爆死没者名簿は、関係者の申請により毎年加筆されている。被災数は32万4129人は、広島市により確認された死没者総数である。新規登録者数の推移を見ると、 存命する被爆者が、ますます減少し、少なくなりつつあることがわかる。除幕式。完成直後、奥側が工事中の平和資料館。G7 広島外相会合での喧嘩。ジョン・ケリー米国務長官は、アメリカ政府現役閣僚として、初の訪問となった。バラク・オバマの広島訪問。異例日の石碑前面には、安らかに眠ってください過ちは繰り返しませぬからと。 刻まれている。この文章は、自身も被爆者である、西賀忠義広島大学教授が専文、記号したもの。浜井晋三広島市長が述べた、この石踏みの前にぬかずく一人一人が、過失の責任の一端を担い、犠牲者に、詫び、再び過ちを繰り返さぬように深く心に誓う、ことのみが、ただ一つの平和への道であり、犠牲者へのこよなきたむけとなるに準じたものであった。 この過ちは誰が犯したものであるかについては、混流以前から議論があった。GHQ による占領が終了し、加害国である米国とのサンフランシスコ講和条約発行後の1952年8月2日、広島市議会において、浜井市長は、原爆慰霊碑文の過ちとは戦争という人類の破滅と文明の破壊を意味していると答弁した。また、 同年8月10日付の中国新聞には、非文は原爆投下の責任を明確にしていない。あくまで原爆を投下したのは、米国であるから、過ちは繰り返させませんからとすべきだとの投書が掲載された。これにはすぐに、複数の反論の投書があり、広く人類全体の誓いであるとの意見が寄せられた。浜井市長も、誰のせいでこうなったかの詮索ではなく、 こんなひどいことは人間の世界に再びあってはならないと主語は人類全体とする現在の広島市の見解に通じる主張がなされている。インド人法学者のラダビノードパールは同年11月3日から4日間公演のため広島を訪問した。慰霊碑を訪れる前日4日の公演でも広島、長崎に原爆が投ぜられた時どのような言い訳がされたか 何のために当然られなければならなかったか、と原爆投下と投下を正当化する主張を強く批判していた。そして5日に慰霊碑を訪れた際、喧嘩と黙祷の後に通訳を介して批文の内容を聞くと原爆を落としたのは日本人ではない。落としたアメリカ人の手はまだ清められていないと日本人が日本人に謝罪していると解釈し非難した。 これを聞いた最後は、同年11月10日パールに、広島市民であるとともに、世界市民である我々が、過ちを繰り返さないと誓う。これは、全人類の過去、現在。このことをきっかけとして、主語は、原爆死没者か、日本人か、アメリカ人もしくは、世界人類か、誰が過ちを繰り返さないと言っているのか。繰り返しませぬからか、繰り返させませぬかといった。 悲文論争が行われた。なお、災歌による悲文の英訳は、レ e ド t ー all the souls here rest in peace, for we shall not repeat the evil で、主語は、we, これは、広島市民であると同時に、すべての人々を意味すると、災歌が1952年11月に、広島大学教養部での講義などで述べた。以前設置されていた、異例悲非非文の説明版。 現在は八カ国語表記になったためアクリル板表記になっているが、趣旨は同じ1970年2月11日には、被文は犠牲者の霊を冒涜していると主張する原爆慰霊碑を正すかいなる市民グループによって、被文の抹消、改正を要求する運動が盛り上がったことがあった。また、この運動を軍国主義的、民族主義的主張であると反発する市民グループが対抗して、 自分を守る会を結成し、激しい論戦が繰り広げられた。この運動に対して、時の市長、山田節は、再び、広島を繰り返すなという悲願は、人類のものである。守護は、世界人類であり、自分は、人類全体に対する警告、戒しめであるという見解を示した。この見解が出されて、以降、自分の意図するところは、日本、アメリカといった、 特定の国の枠を超えて、すべての人間が再び核戦争をしないことを誓うためのものであるとする解釈が公式見解となった。また、1983年には、慰霊碑に守護としてトルーマンと記された札が貼り付けられる事件が発生。これを受けて、広島市は、浜井市長の答弁をもとにした説明板を慰霊碑西側の池の中に設置した。説明板では、碑文は、 全ての人々が原爆犠牲者の冥福を祈り、戦争という過ちを再び繰り返さないことを誓う言葉である。とあり、犠牲者への冥福と不戦の誓いの言葉であると解説されている。以上の経緯を経て、碑文の死後は人類が公式見解となり、大きな論争はなくなったと見られたが、現在も碑文は人類の過ちまたは、 日本人の過ちを意味するとの解釈の差があって、特定の国の枠を超えたすべての人間が再び、核戦争をしないことを誓う、という広島市側の見解に否定的な意見もある。2016年5月27日、現職のアメリカ合衆国大統領として初めて、バラクフセイン・オバマ2世が、慰霊碑を訪れ、犠牲者に黙祷を捧げ喧嘩を行った。 かつて原爆を投下した国の指導者であるオバマ氏が、石踏みの前で、我がこととしてその守護に、人類を当てはめたのでは、そんな想像さえしたと評価された。少年時代を、広島で過ごしたモーリー・ロバートソンは、オーバーマ演説での、帝国は、聖水し、民族は支配下に置かれたり解放されたりしてきた。それらの節目で苦しんできたのは、罪のない人々だったでの、帝国は、アメリカを指しており、 また、この慰霊碑の守護が人類であることがオバマのスピーチで分かったと評し、今までかけていたピースが71年の時間を経てぴったりはまった気がしましたと述べている。傷つけられた慰霊碑慰霊碑への犯罪行為は何度か繰り返されている。慰霊碑に塗料がかけられたり、守護としてトリューマン大統領と書かれた札が貼り付けられたりした。2002年3月5日にかけられたアガペンキは、 中の死没者名簿にまで達した。2005年7月26日にも27歳の右翼団体構成員が、異例碑の碑文、安らかに眠ってください過ちは繰り返しませぬからの、過ちは、の部分にハンマーで傷をつける事件が起き、初めて異例碑そのものを心臓交換することとなり、戦後60年を経てもなお言えない原爆という災下の日本に与えた。 複雑な影響を内外に知らしめることとなった。2009年にも同じ動機で、慰霊碑に捧げられた花束を投げ捨てたため、礼拝書不経済で検挙される事件も発生した。さらに2012年1月4日には、慰霊碑に金色の塗料が吹きかけられる事件が発生する、等、過去5回の破壊行為にあっている。昭和天皇は、 妻の高淳皇后との戦後初のヨーロッパ7カ国歴法を前に1971年4月15日に広島県広島市を行行刑事長野岩尾裕広島県知事の説明に対し原爆にあった被爆患者には今後も援助援護の手を差し伸べるよう一層の努力をするようにと述べ4月16日に昭和天皇高淳皇后夫妻が初めて原爆慰霊碑に参拝した 天皇は被爆者に対し、昭和22年に原爆を受けた当治を訪ね、親しく被災者に面接し、同情に耐えず、世界平和の続くことを思いましたが、今なお療養を続けている、多数の市民のあることを聞き、胸の迫る思いがします。今後は互いに明るい気持ちを持って、療養を続け、速やかに元気な姿になることを希望してやみませんと、述べた。裸足の原の作者、 中沢刑事は昭和天皇の戦争責任を主張しており、これらの行為を広島の式典に参列することによって天皇の戦争責任を免罪符にする行為、おとなしい被爆者を選んで天皇の前に座らせて儀式をしていると激しく非難している。この時、天皇来広に反発する被爆者青年同盟などと、原爆慰異碑の安らかに眠ってください。 過ちは繰り返しませぬからの抹消を求める右翼グループの鋭い対立を生んだ。右翼は両陛下が慰霊碑に参拝されるのは屈辱だと述べた。同年の3月に被爆者青年同盟、広島部落解放研究連合、広島青年アジア研究会の3団体連絡会議の3団体は、天皇の来広氏は被爆者の怨念を意部することにより、 被爆者に対する国家責任を曖昧にし、核アレルギーを解消させようとするものだと述べ、一方広島県被団協の森滝一郎理事長は、原爆の問題が人々の記憶から遠のきかけているとき、両陛下においでいただくことは大きな意味がある。できれば原爆資料館を見学していただきたいと述べた。1974年開催の秋の園遊会で昭和天皇は、 重藤文ウ日本赤十字社、広島原爆病院院長に伝言し、患者の方々によろしく伝えてくださいと激励した。しかし、翌年1975年10月31日、昭和天皇は記者会見の際に、この原子爆弾が投下されたことに対して、遺憾に思っていますが、こういう戦争中であることですから、広島市民に対して気の毒であるが、 やむを得ないことと思います。と返答し、問題となった。広島県原爆被害者団体協議会の森滝、一郎は、宮内庁に抗議文を送付し、宇佐美武氏がそれに返答をしている。上皇昭人は、昭和時代において、皇太子、昭人親王として、皇太子密子と共に、夫妻で、戦後4度も広島県広島市を行刑しており、 そのうちの3回、1960年の8月、1968年の7月、1978年の7月に、原爆死没者慰霊碑及び、広島赤十字、原爆病院を訪問している。また、1981年8月7日には、記者会見で、日本人として忘れてはならない4つの日があると、発言し、私は、終戦記念日をしている。 遺族のことなどを考えると、やはり黙祷してしまいます。広島原爆10日の日にはテレビをつけて、一緒に黙祷します。戦争は二度とあってはならないことです、と述べている。1989年1月7日に、昭和天皇崩御。平成時代に入っての天皇即位後には、皇后道子と共に、夫妻で6回にわたり、広島県へ行幸計したが、 そのうちの1989年9月9日、1995年5月20日、及び同年7月27日、1996年10月11日、2014年12月4日の敬語会、原爆死没者慰霊碑を訪問し、強化している。また徳人及び皇后政子夫妻や、秩父の宮妃、雪子、高松宮信人新皇及び同妃妃子夫妻、 三笠宮高人新郎及び同妃ゆり子夫妻、日立宮正人新郎及び同妃花子夫妻、秋篠の、ありがとうございます。